2030回始めます。12月15日です。今日あとこれともう一つで帰りますよ。ようやくね、朝方です。今日眠かったな、うん、2030回スマートフラッシュからですね、あのドラゴンアッシュの古谷健二さんね、この方なんか最近いろんな話題出てきてるんだけど、なんか古谷健二さんパニック障害から復帰報告もして、まあね、パニック障害患ってそれから復帰してさあっていう時ね、なんですけど、それでも共感がなかなか集まらないっていうことでね、何やったか、なんかまあ家族でね、浮気とかしてたんでしょうねこれね、うん、スマートフラッシュちょっと記事軽く読みましたけど、家族も大切にできない人の音楽を聴いてもてんてんてんっていうことでね、まあプライベート、まあ奥さんとか子供とか裏切って不倫してみたいな感じでね、そういう人がパニック障害になってそこから回復したって言っても、そういうね、なんていうのかな、人間的に信頼できないような、家族も大事にできないような人の音楽は聴けないみたいな感じで書いてるんですけど、まあうんですねこれね、うん、この方ね、あの古谷健二さんで、私好きなのよこの何ドラゴンアッシュね、ドラゴンアッシュも私まあ世代ではないかな、私30代ぐらいかな、20代30代ぐらいの時流行りましたね、ドラゴンアッシュかっこよかったですよ、うん、BK とか言ってね、うん、なんか一部の女子から熱狂的に支持されてましたね。私もね、ゆりの咲く場所でとかね、あとファンタジスタとかね、大好きですよ、うん、大好きで、なんだけど、まあ古谷健二さんとか他のメンバーももう そこそこ年なんでしょう、おそらく最近あんまり活動してるのね聞かないね、うん、古谷は自身のインスタグラムで、すでに一緒に暮らしていないと、あ、奥さんはタレントのめぐみさんっていう方みたいですね、うん、でもうめぐみさんとこの古谷さんね、離れて暮らしてると。で古谷さんの方も一緒に暮らしてないことも離婚することも事実ですと、うん、今年の頭に2人で話し合って決めましたと、息子も理解してくれてると、何歳だか知らないけど、本当に理解してるのかどうか知らないね、息子さん分かんないけど、15年共に歩んできたチームの出した決断ですのでっていう、まあ、家族でね決めた決断ですのでと、そっと見守ってほしいんですけどと、うん、でどうも不倫してたみたいね、不倫には一切触れないままと、うん、いうことで、ここがね、まあ、うん、あれなんでしょうけど、まあ不倫して、その不倫相手とまだつながってるみたいな、同棲してるみたいなこと書いてあるのかな、ちょっと私もかいつまんでしか読んでないけど、ただそういうね、奥さんと子供を裏切って不倫して、ね、離婚して、そんで、まあ、パニック障害を患ってたんだけど、そこから復帰したからって言って、ね、一般的には応援できないよってなってるんだけど、私はね、まあ、うん、なんていうのかな、まあ、固いこと言いなさんなという感じなんだな、私はな、うん、こういう人間性の人が作った曲は好きになれないとかね、うん、いうのもあるんだけど、もちろんあるんだけどもね、なんていうのかな、もう発明とかもそうだけども、とんでもない人格の人がね、うん、人格的にどういう人なのよこの人っていう人が発明した技術とかで、まあ我々の生活が潤ってるとかいうね、いう事実もたくさんあるわけだし、ミュージシャンとかでもたくさんいるじゃないですか、この人どうなのよっていう人ね、例えばパンクバンドとかロックバンドとかで引き出してきても悪いんだけど、セックスピストルズのね、シドビシャスとか、例えば私大好きなんだけど、ああいうぶっ飛んだ人とかね、ガンズ&ローデズだってそうですよ、うん、メンバーとかね、ローリングストーンズのメンバーだってどうなのよっていう人いますよね、うん
あと誰だろう、そういうの考えれば、まあ、世に出した、ね、芸術作品、うん、それはいろいろ何、ね、作家だってそうじゃないですか。作家とか、ね、絵描きだって、うん、アーティストだって、うん、この人ね、うん、人間的には好きになれないけど曲はいいんだよね、絵はいいんだよねっていう人たくさんいるわけでさ、そういう意味でね、このドラゴンアッシュの古谷健二さん、まあ何、離婚して、うん、不倫して離婚するなんて、まあ、世にありふれた話なんだから、ね、どんなスマートフラッシュとか、まあ、うん、世の中どういうふうに見てるのか分かんないけど、ね、奥さんと子供裏切った、最悪、こんな人の作る音楽は聴く気になれないっていうのはね、どうかと思うよ。これいい曲作ったら人気出るんだから、間違いなくっていうことが言いたかっただけです、私は、うん、あん、どう、それ言ったらほら、歌舞伎役者とかさ、宝塚とか、うん、あんないじめとかがもうずっと昔から行われてるとこですよね、えスパルタみたいな。でも舞台とか見るといいわけじゃないですか。歌舞伎だってそうですよ、パワハラとかモラハラとか、あと何、芸人の世界、漫才とかね、お笑いの世界だってもうとんでもないですよ、うん、テレビ業界なんかとんでもないよね、パワハラとかモラハラとか過労死とか、うん、とんでもない業界から、でもね、そういうところで揉まれて出てきた人が面白いことやればね、人格的に今終わってるけど、いろいろあるじゃないですか。ねえ、お笑いの人なんだっけ、渡部なんとかっていうね、なんて、誰でも入れるようなトイレね、万能トイレ、うん、で、女の人とそういうことをしてたというんで、やたら叩かれましたけど、それが発覚する前はね、誰もそんなことには気づかず、うん、面白い面白い言ってたんでしょ、うん、ねえ、だからね、わかんないですよ、これは、うん、まあ、この古谷さんもね、いい音楽作っていい曲世に出してれば、ね、私生活がたとえそんな不倫して離婚なんてもう世にありふれた話なんだから、まあ古谷さんこんなんでへこむ人だとは思わないけども、私は頑張ってほしいなと思う、うん、ドラゴンアッシュの曲大好きだしね、こういうことがあったからドラゴンアッシュの曲が嫌いになるわけでもないしっていうことですよ。まあ、うん、アーティストとか芸術家とかにね、そんな一般人の価値観を当てはめるなとまでは言わないけどもだ、言わないけども、まあ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 、うん、ね、結婚して離婚するね、結婚して不倫とかね、うん、結婚して彼の性癖が嫌だから離婚するとかね、まあいろいろあるじゃないですか、世の中いっぱい。で、性格の不一致とか、浮気が原因でとか、妻の原因でとか、お金の価値観が合わなくてとか、いっぱい離婚原因ある中で、その一個だから不倫なんていうのは、あんまりね、責めなさんなっていうことだな、これな。うん。はい。頑張ってもらいたい、ドラゴンアッシュ。ね、古谷さん、古谷健二さん。私は応援して、ね、こういうことがあっても、ね、前世紀の音楽は全く色褪せないぞと、私の中ではそう思ってるぞということを言いたかっただけです。チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。